フルマゼニル注射液フルマゼニルは、ベンゾジアゼピン系薬剤の喫抗薬である。商品名やネ規と。フルマゼニルは、イミダゾベンゾジアゼピン系物質であり、否定系ベンゾジアゼピン需要体リガンドに分類される。常温では結晶質の白色粉末として存在する。水にはほとんど溶けない。人体においてはほとんど鎮静効果を持たず、ベンゾジアゼピン系薬剤による鎮静や、 呼吸抑制の解除を目的に用いられる。急性のベンゾジアゼピン中毒患者の治療のほか、内視鏡治療や検査、日帰り処置等の終了後に速やかにベンゾジアゼピン系、鎮静剤の作用を解除する用途でよく使用される。臓器毒性や組織刺激性もなく、安全性の高い薬剤とされる。ゾルピデムやエスゾピクロン、ザレプロン、ゾピクロンは、 ベンゾジアゼピン化合物ではないが、同様に、ベンゾジアゼピン受容体に作用する薬剤であるために、フルマゼニルによって喫抗される。一方、ベンゾジアゼピン結合部位を介在しないフェノバルビタール、メプロバメート、スボレキサント、ラメルトオン、オピオイドなどの中枢性神経抑制薬による作用は喫抗できない。オピオイドに対してはナロキソンが使用される。 通常行状脈投与の単回投与が可能である。ただし、フルマゼニルの血中半減期は50分なのに対して、ベンゾジアゼピン系薬剤はより長い半減期を持つ薬剤が多いので、フルマゼニルによる喫光が得られた後に、ベンゾジアゼピン系薬剤による再鎮静が出現することが知られており、その場合は追加投与が必要になる。アメリカでは3ラムまで認可されている。 なお、長期間ベンゾジアゼピン契約物の投与下にある人に、フルマゼニルを急激に投与した場合、急瞬な中枢神経の抑制解除により、痙攣発作などのベンゾジアゼピン契約剤の離脱症状が出現することがある。1987年に、ロシュが開発した。FDA は1991年12月20日に、アネクセイトの商品名で承認。 日本では1992年4月に承認された。アメリカでの特許は2008年に切れており、日本でも2010年により、後発品が販売されている。ギャバエジュ容体のベンゾジアゼピン結合部位に結合して占有し、ギャバエジュ容体にベンゾジアゼピン化合物が結合して、鎮静作用を発現することを妨げる。フルマゼニルの単独投与では筋主観作用。 高葛藤作用及び経攣誘発作用、呼吸抑制作用等のガバージュ容体を介する作用を示さず、フルマゼニル自体は生物学的活性をほとんど持たないと考えられている。主に肝臓で大部分がエチルエステルの加水分解によりカルボン酸化合物に代謝された後、その約40%がクルクロン酸方合される。代謝物はント以上が、 尿中に排泄される。前述のように、フルマゼニルは、ガバー受容体のベンゾジアゼピン結合部位に作用しない、薬剤は喫抗作用を示さない。しかし、実際の臨床では、セボフルランなどの吸入麻酔や、フェンタニールなどのオピオイドだけで麻酔を行った、症例に対して、術直後に、フルマゼニルの単回投与を行っただけで、 麻酔からの覚醒時間が優位に短縮することが知られている。これはフルマゼニルがこれらの薬剤を喫抗したわけではなく脳内でベンゾジアゼピン類似の活性を示す内因性エンドゼピンをフルマゼニルが喫抗するためと考えれている。本剤及びベンゾジアゼピン契約剤に対し過敏症がある症例のほか、長期間ベンゾジアゼピン契約剤で管理が行われている。 転換患者は禁忌とされる。健常人に使用した場合、血圧上昇や嘔吐などの軽微な副作用を定率に認めるのみである。ありがとうございます。